除湿器除湿器とは、室内機の原室に使用される空気調和設備である。多湿時に汗が乾きにくいために人間が感じ取る不快指数を下げるために使用される。また、衣類の乾燥や乾燥圧縮空気の供給にも使用される。冷却コイルを使用するタイプや、科学的な吸湿作用を利用するタイプなどがある。 温度が下がると誤解されることがあるが、熱を外部に放散しない限り、温度は上昇する。なお、加湿機能を併せ持ったものは、湿度調和器と呼ぶ。冷凍機により、露点温度以下に冷却することにより除湿を行う、ものである。室内で使用した場合、熱を室外に放出しない限り冷凍機の入力エネルギー1熱分だけ室温は上昇する。 露天摂取5度程度まで使用可能である。自家防コイル方式冷凍機の冷媒を冷却コイルで蒸発させ冷却するもの。ブライン関節冷却方式冷媒でブラインを冷却し、ブラインで空気を冷却するもの。冷水エアワッシャ方式冷媒で冷水を作り、冷水を空気と混合することにより冷却するもの。圧縮方式は圧縮機で空気を圧縮することにより除湿を行う。 ものである。圧縮冷却方式等温度圧縮を行うことにより相対湿度を上昇させ水分を凝縮させるもの。露天摂取20度程度まで使用可能である。等化膜方式空気を圧縮し水蒸気を等化膜で分離するもの。露天摂取40度程度まで使用可能である。吸着方式は水分を吸着しやすい個体に空気を通過させることにより除湿を行う。 吸着能力の低下した物質は温度を上げた空気によって乾燥させることにより再生を行う。熱源として低温排熱の利用が可能である。露天摂取70度程度まで使用可能である。吸着等式吸着剤を充填した等2つを吸着、再生を切り替えながら使用するもの。ハニカムローター回転式吸着性のローターを回転させ吸出、再生を繰り返すもの。 吸収方式は、水分を吸収しやすい液体に空気を接触させることにより除湿を行う。濃度の低下した溶液は温度を上げ濃縮させることにより再生を行う。熱源として、排熱の利用が可能である。露天摂氏20度程度まで使用可能である。湿式吸収式吸収液を空気中に噴霧することによって除湿を行うもの。 湿式ハニカムローター回転式吸湿性の強い液体を含ませたローターを回転させ吸湿、濃縮を繰り返すもの。一般家庭用の除湿器、すなわち家電としての除湿器には以下のようなものがある。おおむね小型で移動も楽である。なお、近年では除湿乾燥機の名称で販売されることが多い。これは室内干しをした洗濯物や部屋の結露を乾燥させる目的が多く。 かつ、そうした目的を持つ消費者へのアピールのためである。靴などを乾燥させる専用のアタッチメントがオプションとして用意されているものもある。空気清浄機能などを持ったものもある。特殊なものに部屋の壁に取り付け、湿気と排熱を外部に放出する備え付け型もある。これであれば、室温は上昇しない。また、押し入れ専用の除湿器もある。 コンプレッサー式前日の冷却方式のうち、自家棒コイル方式に相当する。いわゆる家庭用のクーラーの冷却風と放熱風が混合され、同時に出るものである。コンビニクーラーなどの商品名のものは、これらの風を別々に出すことができる。実質的には、冷風機と同じである。カのデシカンと式に比較して騒音が大きく、気温が低い時は能力が落ちる。 部屋の温度上昇は小さく、消費電力もやや小さい。使用冷媒はフロンから、大体いいフロンに変わっている。デシカンと式前日の吸着方式のうち、ハニカムローター回転式に相当する。シリカゲルやゼオライト等を吸湿剤とし、電気ヒーターで再生する。再生時の高温、高質の空気を、室温の空気にて冷却し、結露させて回収する。 コンプレッサー式に比較して、部屋の温度上昇の程度が高く、消費電力も大きい。騒音は小さく、気温が低い陶器でも能力が落ちにくい。吸湿剤が匂いを吸着、放出しやすい。なお、コンデンス式として販売されているものはデシュカント式の改良方式と考えられる。ハイブリッド式コンプレッサー式とデシュカント式を組み合わせたもの。気温に応じて、 除湿方式を切り替えることで年間を通じて安定した除湿性能を持つ。現在生産中、編集生産より撤退、編集、ハット ABCD 小分類定義カード特許庁冷風、衣類乾燥除湿機シャープから発売されている除湿機の一つ。ただし、同社では現在この名称は使用しておらず、冷風、衣類乾燥除湿機と呼んでいる。なお、 現在同社では冷風を出す機能を持たない除湿器を生産していないコンデンス除湿器誕生ストーリー環境2020年4月15日閲覧ありがとうございます。